はい、こんにちは。そしたら、今に行かせ PC、パソコンシリーズから、今日は、CPU、ファン周り、まあ、だからもうほとんど分解していかなきゃいけないパターンなんですけど、こちら、ダイナブック、そうですね、 OI7T451 /58E というところですね。はい、じゃあこちらですね、まずポイントです。まず大事なのは後ろからです。ここのまずバッテリーを外す、これは爪2つでカチッと取れますから外していただいて、ここにあの小さめのビスがあります。これをまず取ってください。これを取るのが大事ですね。あとそして後ろ側ですけど、今回まあ、これも外したわけですけどね、それとここのカバーは普通に取っていただいて、メモリーは簡単です、2スロットル。ハードディスクも特に、そうですね、問題ありません。普通に簡単に外れます。で、ビスはこちらの方の裏側に、まあ、長めのビスが、10個ぐらいですかね。で、あと小さいのがですね、今先ほど言ったこのバッテリーのところのちっちゃめ、あとハードディスクのこの止めるところのちっちゃめ、この辺が少し特殊な、少しサイズの違った小さいのが来ます。ここをまず外していただいて、まあ、この辺をずっと取っていただいて、まあ、前面、裏にあるのは全部取っていただくです。で、ひっくり返していただいて、そうしますと、ここですね、これが取れます。キーボードの上の化粧パネル。これが、あれは、さっきのここの下のやつを取らずにやると、ピキッと折れてしまいますからね。ここに ついてるでしょ。ここですね。こことここが裏側からつながっていると。まずこれを取る。その後ですね、そしてその後ですと、ここにちょっと短めのですね、短めのネジが1、2、3、4本。で、それでこれが取れます。ですね。で、その後はここをまた、薄いも、状態のものでだん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 取っていきます。取っていきますとね、ここで引っかかりますからね、必ず。だから先、早めに取っといた方がいいですよ、これは。ですから、最初にもうここを外した時点で、ここのネジがここに来ます。ほら、ここですね。ここです。だから、ここのネジを外しておくと、これがもう取れますから。これを取っておかないと、ここの、ここに見えますかね。このネジが取れないんですよ。このネジを取らないと、ここが、ここがこのように上がってこないと。このようにね。このように上がってこない。そこがポイントです。そうすればもう全部外れますから、もう、CPU 周りすべて。ファンの掃除から完璧にできます。で、このタイプはね、少しよくあるんですけど、割と熱が少しあれで、埃が溜まるタイプです。したがって、まあ、少しちょっとこう動作なんか鈍くなったなんて時には、まあ、これぐらいの大掃除をしていただくと、かなりファン周り、ファンのこのついてる汚れとか、ここですね。これもこれが外れればもう完璧に取れますから、そうするとかなり綺麗になるタイプです。それによってかなり清潔感もありますし、非常にパフォーマンスも良くなると思います。今回はだから今2ポイント、もう一回復習しますね。裏側から、ここのネジを取る。で、DVD トレイがここで止まりますから、ここも取っておく。でないと最後のここのパネルの2つも取り忘れて、そのままここを起こしにかかりますと、ここで止まってここを折ってしまいます。まあ、このようなことが2箇所、2つのポイントを大事にしていただければ、でまあ、動作的にはここから外す感じですかね。ここを外してやって、取っていくタイプです。まあ、メモリー、ハードディスクに関してはもうそんな苦労はないんですね。こことここだけですから。その中身までやろう、ハードディスクの方、ファンの系統とか、
無線とかそちらの方まで踏み、あ、無線ここにありますね。そのようなことまで踏み込んでいこうとすると、今の2箇所、ここここというところに注目していただければ、あの割と損害なく被害なく、大掃除ないし、まあ、拡張ができると思います。はい、ありがとうございます。